どうも、バーンです、まさに梅雨、滋賀県琵琶湖畔には、いよいよ梅雨が訪れたようです。それでは行ってきます。そうしましたら、琵琶湖へ向けてデイリーキックトゥゴー。琵琶湖にははまりませんけれどもね、ここで曲がるだけなんですけれども、そうしましたら今日のね、機材の構成をまず説明させていただきます。メインのカメラは GoPro Hero 6、ジンバルは Fayutech WG2、マイクは、これ何だったっけな、マイク、あ、そうだ、アイバッファローのピンマイクに、自作のアテネーター、そして、レコーダーとして使いつつ、自撮り用のカメラとして使うのがですね、ソニーの AS300、 こちらで自撮りと、それから前方じゃない、自撮りとそれから音声をね、録音してます。それでは、提灯暗光としてね、この自撮りの AS300 を使ってますので、提灯暗光を展開させていただきます。提灯暗光展開を確認。提灯暗光のカメラは縦で撮影をしていることを確認。そして AS300 の録画が回っていることも確認いたしました。そして前方カメラ、GoPro Hero 6もカメラが回っていることを確認。LED イージケーターで回っていることを確認いたしました。音声の確認はできません。音声の確認はできませんけれども、一応ね、自宅で音声が録音できているということはね、確認済みなんで、おそらくね、録音がね、できているものと思います。で、前回の AS300 を使った外部マイク収録、これに比較してね、音がどうなるのかというのをね、ちょっと興味があるところなんですよ。前回ね、アテネーターをですね、ヘルメットの上で空中配線しました。で、さらにですね、コネクタを2箇所経由してね、で、録音をしました。そして、ケーブルの長さもね、かなりの長さになっていました。1本の、ケーブルが 1.5 メートル、もう1本が 1.5 メートルですから、なんとですね、ヘルメットの上に3メートルものコードがね、束ねられていたという暴挙となっていたわけですね。これがですね、必要な長さのみのケーブルになって、でなおかつコネクタはなし、あ、厳密にはありますね、 A300 に、挿入するコネクタ、これが1箇所あるのみで、アテネーター回路、これが空中配線だったものを、きちんとね、ハンダ付けして、で、熱収縮チューブでね、きちんと、した配線にしてですね、で、その配線は見えないようにヘルメットの裏側のスポンジの、隙間にですね、埋め込むような形で配線を行いました。なので雨の日もまあバッチリというところですね。ただあの AS300 の背面パネルが開いてますんで、ここからね、若干のね、浸水がちょっと心配ではあるものの、今現在ね、ほとんど雨が降ってない、霧雨といった状況ですんでね、まあ、このまま行ってみようかなというふうなところですね。さて、いつものね、スクランブル交差点となります。で、このね、配線の模様、非常に美しくね、配線できたんですよ。でこれはいつものようにね、ホームの端の方で、どうやって見せようかな、 GoPro で見せようかな、 GoPro でお見せしようと思います。失礼。でね、この週末ね、何やかんやドタバタありまして、土曜日は自作 PC の、ファンを増設してましたね。その話はまたじっくりさせていただきたいと思うんですけれども、あとそれからね、この AS300 を使った外部マイクのこの実験ですね、これをね、まあいろいろやっていたわけですね。で、ブレッドボードと呼ばれる、卓上で電子回路の実験をするね、
そういう道具も届きまして、それでいろいろ試行錯誤をやっておりました。で、一旦ちょっとかなたれでカットさせていただきますけれども、失礼。ちょんちあんこ格納。どうもバンです。さて、デイリーキックトゥーゴー、朝の部中盤が終わったんだ。10番はなかったんです、すいません。中盤をすっ飛ばしてしまいました。まずちょうちんあんこを展開させていただきます。ちょうちんあんこ展開を確認、録画確認、ピボッターのスクリュー締め付け確認、そうしましたら改めまして、今さっきね、ホームの端で、このヘルメットのね、構成、ワイヤリングをお見せしようと思ったんですけども、ちょうどね電車が来ましてね、で、もうこの電車に、乗る必要はあえてなかったんですけれども、あまりにもねこう機動性が良くて、今までのこのヘルメットに比べましてね、で、もうこのままね、そのまま電車に乗ってしまいました。というわけで中盤がないです。というわけでですね、どっかで止まって、で、このねヘルメットをじっくりお見せしたいんですけれども、ちょっとそれがねできない可能性もあるんで、駅の構内で歩きながらねヘルメットを、皆様にお見せせんがためにですね、声なしでね、録画しておりました。で、なぜかというとのマイクはヘルメットについてるわけですね。だからヘルメットを外すとどうしてもね、音がね、遠くなってしまうというねことになるわけじゃないですか。だから、ちょっと時間差とはなりますけれどもね、こんなちょっと見せ方で、失礼いたします。ヘルメットの話はもうこれでいいですわ。で、あとは、無音の時ですねにこうジーってねいうようなノイズが聞こえないかどうか、ちょっとこれがね、心配ではあるんですけどもね、ちょっと静かなところで僕が無言にね、なる必要があるんですけどもね、このあたり静かなところがあるかどうかというと、お地蔵さんの前のあたりね、静かですよね。ちょっとそこらあたりまでね、行きたいんですけど、こっち側からお地蔵さん行けるかな。多分行けると思うんですけどね、やっぱりちょっとあのガタガタ道ね、ちょっとね難ありですね。こっちの方からお地蔵さんの方に行った方がいいのかな。お地蔵さんのところに行くルートとしてもこっちの方がね、もしかしたら近いかもしれないですね。若干ですけれどもね。あ、ここのね通りおそらく曲がればいいものと思われますけど、車が来ましたんでね、ちょっと歩いて慎重に行きたいと思います。行って、違うんですよ、そっちじゃないんですよ、そっちじゃないです、そっちの方に僕は行きたいんですよ、すいません、どうも。はい、こっちです。譲っていただいたんですけども、僕はこっちに行きたかったというね。あ、行けますね、お地蔵さんの方ね。で、ちょっとお地蔵さんの前で静かにねしてみます。お地蔵さんの周り非常に静かなんでね、でキックスケーターのガタガタ言うこともね、ちょっと一遍止めてみます。そうしましたら、いつものお地蔵さんチェックポイントとなります。今日はならないな、おかしいな、よし、なった。全然金がなんかスカみたいで、ちょっと失礼いたしましたけども、静かな音の中でこの AS300 がどのようなノイズになるのかというのをですね、検証せんがために、そのようなシチュエーションを作ってみました。さて、ガラッと話題を変えさせていただきます。CPU ファンの話ですね。で、この動画今朝ねアップロードさせていただきました。と14センチクラスの、CPU ファンですね、大型のやつです。これを3機買いましてですね、で、天板に2つ、フロントに1つ、増設いたしました。もうCPU の冷え具合はもう上々で、もう冷えすぎなぐらいですね。ただ
ものすごい爆音、ものすごい爆音というのは二重表現ではないのか、まあ、とりあえずあの大きな音がするということですね。お、青信号ですね。このまま行ってしまいましょう。今日のデイリーキックトゥーゴーは結構短時間でね、終わる可能性が出てきてますけれどもね。さてさて、ここをクリアすればあとはもう、楽勝なんですけれどもね。ちょっと慎重に行きます。さてでですね、CPU ファン早速ね、いつも自作 PC の話でお世話になっているマックさんですね。マックさんからコメントいただきまして、背面の12センチを14センチにして、でその背面の12センチを天板につければさらに効率が上がるんじゃないですかっていうふうにね、ご提案いただきました。あ、なるほどと。やっぱもう発想力が違いますよね。で、そこで早速ね、自作 PC を、まあ、見たんですけども、残念ながら背面はですね、最大12センチまでしかね、取り付けができないタイプでしたね。僕の持ってる自作 PC ケースはアンティックの、P100 というね、非常にポピュラーな、一般的な自作 PC ケースなんですけれども、この場合背面は14センチにできないですね。そこまで、しなくても十分冷えますんでね。あとそれからのCPU クーラーのソケットがねまだ余ってたんですよ。だから一つのファンは CPU ファンとしてね、使うことにしました。でこれで CPU が温度上がってないときはファンは1個休むということになりますけれども、ちょっとねまだファンのね設定ができていないのかどうかちょっとよくわからないんですけども、パッドはね連動して動かなかったんですよ。まあ、この辺ね、マザーボードの説明書を見ながらね、設定していくということになるのかな。ちょっとこの辺もね勉強ですね。あと残り2つの直結してある12ボルトに直結してある電源を直結してあるんですけど、もう1個もねもう1個 CPU 用としてやっぱりもうちょっとね音をね、控えたいというふうに思いますね。でそうなってくるとですね、ファン用のコネクターの分岐ケーブルが必要になってくるわけですよ。でこれちょっと持ち合わせがなかったんで、一瞬ハンダ付けで自作しようかなと思ったんですけども、そうするとねもちろんそれもできるんですけども、そうすると取り回しがね非常に悪くなるんで、やっぱり使い勝手ということを考慮して、分岐ケーブルをね、自作するかそうか、購入しようというふうに思いますね。まあ、おそらくね安いもんだと思いますんでね。とまあそんなこんなで、デリキックトゥーゴー、ファンのねお話はもうちょっと続きますね。連動 CPU 連動したいという思いがあります。そうしましたら今日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。Dairy kick to go, dairy kick to go. 朝6、オール3、ピン、マイクチェン、僕とロジンバル、ゴープロスイッチオン。